平塚出身のアーティスト小野ルイーゼさんは、湘南平や湘南ベルマーレ平塚ビーチパークの壁画、ご当地ナンバープレートのデザインなど、平塚市のシティプロモーションに大きな役割を果たしています。自分の作品として貢献。今回の平塚ビジョンは、東海大学広報メディア学科の学生4人がオンラインによる番組作りの企画会議に参加。学生たちの視点や意見を取り入れて、平塚の街のさまざまな場所に描かれている小野ルイーゼさんの作品をリポートします。地元の誇りにもなると思いますし。1989年生まれの小野ルイーゼさんは平塚出身のアーティスト。花や植物などをモチーフに、自然界にあふれるエネルギーを有機的な線で表現しています。この日描いていたのは、平塚八幡宮の中にある鶴峰幼稚園の壁画。小野ルイーゼさんに平塚の街で描いた作品への思いを聞いてみました。私がこう自分が今絵を始めるきっかけだったのが、平塚にある壁画がきっかけだったので、やっぱり自分もこう壁画を通して、なんか絵が好きな子どもたちとか、本当は絵が描きたいけど夢をちょっと諦めてる人たちに、なんか勇気を与えるじゃないですけど、壁画を通してそういう希望とか勇気とか与えられるようなものを描いていきたいなと思ってます。心がけていることは、平塚のアイコンでもあるバラの花とか木々とか神奈川県の花とかをこう入れて、意味ある絵の中に平塚の要素を入れるようにしてます。平塚海岸にある湘南ベルマーレ平塚ビーチパークは、平塚を代表する海のレジャースポット。マリンスポーツなどを楽しめるこの場所に、2020年秋、小野ルイーゼさんの壁画が完成しました。高さおよそ3メートル、幅およそ 5.5 メートルの壁画には、色鮮やかな花が描かれています。制作の様子を見守ってきたビーチセンターのスタッフに、小野ルイーゼさんの絵について質問してみました。小野ルイーゼさんが実際に描いている姿を見てきたとは思うんですけれども、その出来上がったものを見てどう思いましたか？いや、もう圧巻でしたね。もう本当にエネルギッシュですし、まあそのなんか迫力といいますか、まあそのサイズ感とかもそうですけど、まあやっぱり第一印象は本当に、あ、もうすごいなっていう。でそのなんかエネルギーをもらえるというか、まあ海とこうすごい迫力、花、そのなんか通常だと本当に考えられないっていうところに、またなんかオリジナリティを感じますし、元気をもらえるというか、まあ、自然とこう笑顔になるっていう印象ですかね。初めての海外旅行が LA だったので、やっぱり海のあの壁画は見てきたので、なんかそういう海外の雰囲気を表現できてたか、できたらよかったなと思って、あの絵を通して記念撮影とか思い出を撮るきっかけになったらいいなと思いました。相模湾と平塚の街を一望できる湘南の代表的な眺望スポット、湘南平にも小野ルイーゼさんの壁画があります。美しい景色や夜景を見ることができるレストハウスの展望台には、鮮やかな壁画が描かれています。壁画の横にあるモニュメント、愛の輪、デートスポットとしても人気の湘南平は、一説によると恋人たちが愛を誓い南京錠をかける、いわゆる愛の南京錠の発祥の地とも言われています。壁画と一緒に写真を撮ることができるこの場所は、注目のフォトスポットとなっています。
湘南平の展望レストランの店長に壁画について聞いてみました。湘南平といったらやっぱり眺めがよくって海がよく見えますし、空の青と海の青と山のあの緑のこの2色っていう感じだったんですけども、そこにオノルイーゼさんの絵が入ることによってものすごくあの華やかに彩りされた感じになったなと思います。お花があのオノルイーゼさんの代表的なモチーフになっていると思うんですけれども、オノルイーゼさんの絵を実際にどういうふうに思っているのかを聞きたいです。湘南平ってあの桜の時期はやっぱ桜がすごい綺麗で、あとツツジともあるんですけれども、それ以外のお花が描かれていることによってどん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 景色だけじゃなくてこの場所自体が楽しめる場所になってきたなと思ってます。壁画のテーマは、平塚の花であるバラを入れて、で、アイノワっていうことなんで、やっぱカップルが来るので、こうカップルたちがあの壁画の前で写真を撮ってもらえたらいいなと思って、ちょっとこう花に囲まれてるような作品にしてます。で、花言葉もそういったちょっと愛とかに関連した花の要素を入れてます。平塚駅北口の地下道にある平塚地下道ミュージアム。このパブリックアートは平塚市のシティプロモーションの一環として、平塚にゆかりのあるアーティストたちが参加して制作しました。地下道に続く階段のラッピングアートをはじめ、壁面アートなどさまざまなアーティストが制作した作品が展示されています。オノルイーゼさんが描いたこの作品もその中の一つ、愛というタイトルが付けられています。湘南平であったりビーチパークであったりっていうところの他のアートと比べてみていただけるとあの分かることなんですけど、かなり色味が抑えられていてシックというかシンプルなデザインが地下道ミュージアムの作品なんですね。であの本人に伺ったこともあるんですけど、やっぱり市内にいくつかこうフォトスポットを作っていく中で全部カラフル鮮やかっていう中だと、やっぱ見ていただく方に飽きが出てしまったり、もうあの大体どういう作品か知ってるから、まあ、見なくてもっていう思いをこう抱かせないように、ちょっとこう作風を変えて目を飽きさせないような工夫をして、でまた地下道に馴染むような色合いを意識して作っていただいた作品で、結構お声掛けの中に私は地下道のウィズさんの作品が一番好きですっていうようなお声があったりもして、あ、街にアートが浸透していってるんだなっていうような印象は受けます。地下道を通るっていうのはなんかただ歩くっていう感覚で今まで歩いていたので、その中に華やかな絵があると素敵な気持ちになれるので、なんか平塚市にとってもいいなと思いました。地下道ミュージアム、ずっと私もあのバスで地下道を使ってたので、やっぱちょっと薄暗いイメージからかなり華やかになって、通ってて無意識かもしれないですけど確実に刺激が目から入ってると思うので、すごいいい企画だなって思いました。 JR 平塚駅下りホーム側のエスカレーターにオノルイーゼさんがデザインしたラッピングアートがあります。湘南平塚七夕祭りをテーマにしたこの作品は、オノルイーゼさんの原画をもとにプリントされました。高さはおよそ 3.5 メートル、長さは16メートルほどあります。平塚市商業観光課の担当者に学生リポーターが作品について質問してみました。コロナウイルスの影響で七夕祭りが中止されたということで、駅のラッピングが七夕仕様になったというのは市の印象をなんか強くする大きな取り組みだと思うんですけど、その作品の採用によって込められた思いでしたりとか期待感を教えていただきたいです。平塚から駅使って外に市外に出かけたりとか、まあお仕事とかで出かけられる際に、まあ、ルイジさんの絵を見て、まあ、さらに平塚のことを
好きになってもらえたらなって思うのと、市外の方に関しては平塚にお出かけに来ていただく際に龍二さんの絵を見て、あ、平塚は七夕の街だと思っていただけるのと、あと平塚はすごいいいじゃんと思ってもらえるといいなと思ってます。龍二さんのデザインもともとは見ててすごいお花とか使ってて綺麗だなと思ってたんですけど、龍二さんからこうデザイン出していただいた時にすごい見事にハマってて、ぜひこのデザインで七夕飾りとかあったらいいなと思うぐらい、すごい素敵な作品になったなって思ってます。七夕だしこう絵に囲まれた空間の方がいいと思って、なんか水族館の水槽のあるエスカレーターを登るような、あの時ってお魚がどこ通ってんだろうとか見るのすごい楽しいじゃないですか。そこからやっぱ着想を得て、もう通る時に毎回いろんな発見をしてほしいなって思ったのと、織姫と彦星がこう1年に一度出会うっていうのが、そのエスカレーターの上から降りるの人と下から登る人のこのなんか出会うきっかけじゃないですけど、まあ、そういう妄想も含めて平塚市はシティプロモーションの一環として令和2年12月15日から原動機付き自転車のご当地ナンバープレートの交付を開始しました。デザインはオノルイーゼさん。このご当地ナンバープレートは平塚海岸の夕日をモチーフに描かれています。なぜオノルイーゼさんにそのご当地ナンバーを実際にお願いしたのか理由をお聞きしたいです。オノルイゼさんは平塚市出身のアーティスト で、湘南ライダー平塚ビーチパークというフォトスポットを作っていただいて、平塚市としてもかなり関わりの強いアーティストさんであります。でコロナウイルスですね、感染症が拡大して割と気持ちが沈みがちだった、まあ、街としても沈みがちだったところに、ルイゼさんの描くカラフルなナンバープレートがこう走ること、バイクをつけて走ることによって平塚市の方々だけじゃなくて平塚を訪れる方々にとってもちょっとでも明るい気持ちになってくれたらなという期待を込めて、このルイゼさんにお願いをしました。こちらがそのプレートになりますけれども、こちらだと、見ていただくと分かる通り平塚海岸から小田原方面を見た景色になっています。でこちら 50cc になるんですが、他にはこの黄色 90cc で、もう1枚がピンクの125cc、 この3種類になります。で、夕日を描いてはいるんですけれども、昼間だったり夕景だったり朝焼けだったりというような感じで、それぞれのですね雰囲気味わってもらえるんじゃないかなというふうに思っています。平塚出身のアーティストオノルイーゼさんが彩る街の風景、そのアート作品一つ一つに人と街をつなげる大きな力があります。あなたも平塚の街でオノルイーゼさんの作品を巡ってみませんか。壁画を通して人と人が出会う場になってほしいなって思います。出会いのきっかけとか物事が起こるきっかけとか待ち合わせ場所とか、あそこの絵で待ち合わせしようとか、そういう生活に馴染んでいくような絵でありたいなというか、私が好きな平塚はやっぱり派手すぎず山も海もあってすごい自然体でいれるっていうのが平塚の魅力で、でもそんな平塚にこう私とか、ね、アーティストの人と起用してなんか壁画を描いたりとか、そういう新しい風も受け入れてくれるのが平塚なので、今後の未来も変化とともに歩んでいく平塚であってほしいなと